卓球の世界選手権団体戦が16日に韓国、釜山で開幕する。日本はこの大会でベスト8に進出すればパリ五輪の団体の出場権を獲得、シングルスの2枠を得ることができる。1月の全日本選手権の女子シングルスを2年連続で制するなど五輪代表選考レースを独走し、女子シングルスの代表候補となった早田ひな、23、と早田を10年間指導する石田大輔コーチが TBS の取材に応じた。全日本選手権後の会見では、こんなにも過酷な中、五輪代表の3人は選ばれているんだと思い知らされた、と語った早田。東京五輪の代表落ちを経て、約2年に及ぶ壮絶な選考レースを戦い終えた心境を聞いた。写真を見る、早田ひな、世界一を得るため全てを変えた。東京五輪落選から2年に及ぶ壮絶パリ五輪選考レースを勝ち抜くまで、石田コーチネガティブなことは絶対言わない。石井アナ、技術に関して何が早田選手を強くしているんですか？石田コーチ、何がすごいかわからないくらい隙がなくなった。今までは逆に言うと、ひなのフォアハンドが来たら、強烈だ、と思っていたところが、全部が良くなってきた。短所の練習はちょっと嫌じゃないですか。自信がないから練習していても面白くないしネガティブになりやすいですよね。練習に入り込めば入り込むほどネガティブな練習は難しいんですけど、短所でも楽しく練習できることが技術的な強みになってきましたよね。短所の練習を楽しく行うために石田コーチが心がけていることがあるという。石田コーチ、ひなに、疲れた、眠たい、とかネガティブなことは絶対言わないようにしてます。今まで一回も言ったことないです。どんな場面でも、石井アナ、早田選手もネガティブなことは言わない。石田コーチ、ひなは、眠たい、は、言います。エミ石井、そりゃ選手ですからね、眠いですよね。エミ石田コーチ、ひなも僕がそうしていることを、気をつけていることを知らない。そこ、ネガティブなことを言わないということ、は必ず僕の中では思っています。石井アナ、パリ五輪に向けてはどのようなことをここから、石田コーチ、普段からひながよく、挑戦、チャレンジ、と言ってますけど、進化、とか。そこを思い切ってやれるとポジティブに勝負に行けますよね。だから楽しみです。